カードを入れたら、おでん、おでん、猫さん、2人死んで、これさ、遠くなんです。ちょっと待ってくださいね、これはまじ、あ、でも時間がないのか、そうか。一層系の呪文、なんて嫌ですもんね、僕。で、このカードも除外しない。じゃあ、やっぱりここは来ます。叱る後に僕はこれと出します。YouTube に上げてる。そうしないと、こいつも死んでますね。私も死んでない。はい、ロングホーンでいきましょう、はい、でこれが普通でよかったんでしたっけ普通です、普通でフラットですよね、フラットですよね、どうしよう、これどうしよう、ビッグナイツかさらに追加で、どうしますか、はい、ネロバさん、せっかく普通にやるので、いや、今回は作ってきたやつが弱いので、はい、弱いあ、じゃあ普通ルールでいきましょうか、普通ルールでいきましょう、どうしようかな、何作ったなんで言うんだって言わなくなるか、気持ちやそう、これ制限かけなきゃ、これ、60秒でしたっけ、60秒、はい、これ攻撃できない、このターンは4段ターンの攻撃できない、はい、お互いストップできないぞって感じで、あ、パパさん取っちゃったの、じゃあ戦闘ゲージ入ります、攻撃です、はい、私は8個以上持っているのでブロックできません、手を持っています、攻撃が2プラス3点です、攻撃です、手は責任を捨てます、攻撃なんです、これで、あ、これで、あ、そうだ、ごめんなさい、これで、じゃあ、されます、なんか来た、なんか来た、来た、攻撃します。はい、よし、お願いします。1点です。で、こいつの能力からどうぞ。1枚引いて、2枚引いて、攻撃してるよって。じゃあ、これを、いらない方です。これを置かないでします。それは知らないです。ガンビールを横向きになってます。こんな感じでね。卵を1個支払って、今ね、お互いクロックが入ってるけれど、ね、お互いにブロックできないのでね、どっちが先に、重いっすね、じゃあ、そっちのターンに、こっちの年の能力使います。下手箱をリセットできる。4バー払って、下手箱に上がる。そしたら、どっちが先に、先日何かと山手ペイ見ます。瞬間的に餌を。でこれが気に入らなければ山の下に置くのが、おー、これはでも気に入ったので山の上に同じやつが壊されちゃう、壊されちゃう、はい、でかい、はい、はい、はい、これやつで餌を、餌をスプリックリスピットドライ、いや、そうか、そうか、オーガとか入れてないですよね、オーガは確かになんか見てない気がするな、オーガはない気がする、私は手持ちながら3点と、こいつは1点が2回やってみて、というわけで、1個しかありません、お願いします、じゃあ、はい、お帰りでございます、お疲れ様でした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 、ではいただきます。ちょっと待ってくださいね。で、こいつ、今、調子の関与に入れてきたやつが、汗になったら、何点返します。同じやつ死んじゃうの？さっき言った履修っていうか、一方で確認します。虫を一つ、はい、取りましたので、たくさんもらって、でこの下面を使ってこいつの方が全プレイヤーは共通電波の木の実を一つもらってください、ありがとうございます、どうぞ、まだ火は全部使います、この奥のりほどきの子が使わない、終了、完成しました、私はトリカードをプレイします、受けるんですけどね、バックの構え、いいですけどね、使うとめちゃくちゃ取りバックカードがあります、この時3枚やって44になります、実際何枚あるのか問題ですね、そうしたなら、あ、でも、もうすぐ
はい、トップライン突っ込んでるので、私は防衛室に使います。はい、私の顔。じゃあ、やってて横に。4点ですね、4点ぐらいの。残り9。ゲットします。で、こちらの能力が。さらに、1枚。はい、はい、はい。で、1枚ですね。ナオコさんが一番ですね。はい、あなたのターンです。なみ。あ、踏みなし。さらに。あ、なるほど。4つあるんです。なんだっけ、これ虫と狙いとかじゃないですか。バランスに狙われた。バランスに狙われた。同じように2個は選ぶ。スタッフで守らせてもらいます。ライトスイヤーファンが入ってる。これはいらないかも。産卵アクション。産卵をしたら、ここの崩壊が発生。サランがもう、ここに入れて、ですね、はい、ここに9個置いたら、この卵2個を産卵できる鳥の場合があります。この上の卵を守っているのは、鳥を置くときです。あ、なるほど。鳥のカードを置くときは、餌プラス卵2個を追加払う。あ、すいません、勘違いがある。それ選ぶと、なんと選ばないといけないのはこれです。あ、なんか嫌なのに思われましたね。これをようやく入ってできるように5マナ、このオブヤーズの預言者で5マナ3、4で虫と花見と背が、このオーストラリアヘラザギをここに配置します。じゃあ行ってきます。ワン、ツー、スリー、サンタで選びます。はい、で、シュー、この時点でさっき攻撃が起こる前に、こちらの腰は腰が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 腰アグリコラはやったことは一応ちょっとだけあるんですけど、それに比べると緩いというか、平和的な。すみません。すみません。はい。じゃあ、アグリコラを買うところは、ここぐらいに。そこともそこで、そこまで、結果が8点です。いいですね。はい。アグリコラめちゃめちゃ激しい刺激合いですね。アグリコラはそんな刺激合いですよね。はい。エンドです。石代、石とかの。伊藤さんの時は間違いないと思います。これに言うときも確かに間違いなさそうですね。どんだけ置いてるの？めっちゃ置いてますもんね。この3倍置いてます。お出します。そうですね。これは良くないですね。カリフォルニアコンドルをプレイします。餌コストはなし、卵コストはプレイ時ボーナスの4つの1枚を2枚引いて、2枚進ませます。何どれが普通かな。あれだけ先やってください。弱い。まあ似てこれじゃないかな。これします。はい、2点。で、あと1つは2枚引いて、2枚進めます。で、2枚引いてください。これが土地が2枚だ。もう1回餌の獲得です。あら。餌はこれを取ってでもいいですし、こんにちは。まさかの。これが死にます。1以上、まあ大体普通で1以上あります。たまに0と。あれたちが素晴らしい。そうですね。まさかじゃないですか。そうですよ。自分に戻します。これだったら戻ってくるし、そうです。さっきのポイジも、戻した場合は、まだ払っても戻ってきません。でも、ちなみに、この辺のものも使われてます。効果もかなり。どうでしょう。というやつなので、まあ、まだ実は選ん2枚してるので、このカードを使えるんですけど、これは10を使用して、はい、っていう呪文で、セーブを置いていただいて、ターン、なんか、ほんの1ターン、1匹の1ターンを稼ぐ。2セットはしない。2枚しない。はい、じゃあ2枚。で、これか、なんだろう、で、攻撃します。はい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 。は
つになった。もしやもう一回借りチャンスですか。いや、でも1個しかない。1ラウンドに1回とかじゃないですか。終了です。手番につき1回だから、1回反省したら。反省しましょう。反省攻撃もらう。なるほど。で、補充がされる。手番につき消えますね。プレイが来ても。いや、一周する間に。怖いからな、これ。だから2回起きることはない。反省しますけどね。そうですね、その手入れもあるんですが、ちょっとこう、ちょっとだけ上げてください。こう使えないですか。使います。あ、使うときに使う。使ったら戦車に戻っちゃいます。使ったら攻撃に戦闘行ってなかった。残り4アクションしかない。で、こいつはしとって、ストップをいなかったので、こいつしかも。な、じゃあそうします。急忘れちゃった。第2ラウンドの目標は、ネズミと魚の数で、2周っていうので、この、なるほど、私も、これ、使ったじゃないですか、独断でしょ。いや、違うな、じゃあ、これ、手札に入れていい。あ、上外でも大丈夫ですね。手札に1枚入れちゃってください。このゲーム、このターン、ゲームに。よし。入ってなかったら、ビシッと。こういう呪文なので、それは、こう。で、それ手札に入れてください。っていう呪文なんで、でもダメージ自身は3点です。攻撃と3で防御できません、こいつは。で、こいつ自身は花、横向きな花がブロッと出るようになります。はい、で、この呪文が終わって、お、生き延びられたとは思っている私がいます。うむ、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 でしょうね。これ、つまりもやることないから。で、戦闘はもう終わってきたら、なんかそんな気がしますね。それ来たらちょっと困っちゃいますね。まさか。これ今、実際いらないんじゃないですか。なおかつ、このオーストラリアヘラサリの効果、アシャーカートレーから、カエルの役所しかワイルドカードのマークが8です。フルカード1枚保有する。で、これを行う前に、カードトレーの補充またリセットしてもいいって言ってるんで、リセットします。らしいですよ。まあ、全然できない。アニメはね。今度は土地が多すぎってやつですね。あ、まあ、よくある話。補充したけど、あ、ワイルドカードがあるんで、このワイルドカードを1枚。はい、3枚のスピリットが出てきます。おー、お得ですね。オープンなというね、これがスケマに。で、はい、流れて終わりです。お願いします。なるほど。で、こいつは、そうなんで、出したターンに殴れましたね。まあ、ブロックしてる。で、さっさとからの時に、はい、じゃあ、4ターンですけど、速攻なんで、攻撃とか、縦の山の上から、で、こいつの攻撃がね、ブロックできないと思うんですよね。というわけで、攻撃できない、ブロックできないなら攻撃で3点、はい、倒しました。はい、はい、っていう感じです。難しい。こっちのデッキ使ってみますかって言おうとしたんだけど、こっちのデッキも相当変なデッキで、ぶっちゃけ言うと、さっき一掃しないと絶対俺と私が死んでたので、一掃とか強いんですか。そして、まあ、あのクリーチャーは何々が強いです。なぜなら攻撃力あるから。基本、攻撃与える手段は、基本はあのクリーチャーです。ただ、あの呪文にも、あ、でも基本だからクリーチャーで殴るって感じですね。はい、私も最強クリーチャーしたこいつです。これが本物なのでよくいるわけね。そう、私も多分ね、攻撃最大は4です。強いのができてしまった。なんかもう銃とかないんですか。レアにそういうカードなんですけど、今回見たやつにいませんでした。はい、はい、あのそういうやつはレアなので、めったにないので。そう。一応僕の中に、こういう人がいましたね。X 払った分だけど、こういう防御。さっき隣のがすごいやつが出てきました。
すごい。はい、この話。キュッとしますか。しません。じゃあこの状態から。これはいはい。魚と。すみません。このカード残りあります。でもいい。使っていいです。はいはい。起動での。はい。このカード残りあります。とりあえずこう土地ばっかり引き継ぎ出した場合のちょっと改良してみたいですけど、はいはいはい、使わなかったカード。はいそういうことなんですよね。でもね、捨てなきゃいけないんですよね。それが、はい、そういうのがいいじゃん。下にカード入れて卵を振って帰る。下のカードを入れて、カリオスターです。
ういうことなんですね。
ございます。はい、どうぞ。あ、まだ払ってます。マガモ、かわいい。はい、消せないと思います。はい、全員記録今回ちょうど全員記録クルーズ100です。また、ここまで来て、これ、だから1万円。